勇気は出る。声が可愛かった。あれね、2回撮り直したんだよなのでちゃんと聞いてください。こっちを向いたポニーテール、あんちゃん大富豪強そう。何をおっしゃる、私はルールすら知らないぞ。だけどなんかちょっと大富豪してるなら練習してる暇があるなら練習しろって言われるのが怖くてまだ対戦はできない。あとルールを知らなすぎてみんなに弱いって言われるのが怖くてできない。そう、ルール知らなくてもあの大富豪になれちゃう。ちょっととりあえずでも自分の声がちょっと聞きたいからやりたいなとは思ってる。そう、勝つなら適当に勝つ、それがマイルール。今日もちょっと起きてる時間が多くてもうそろそろ頭が狂ってきました。今日はね、朝やるか迷ったんですけど今日5時半ぐらいに起きてね、まあ5時から配信するか迷ったけど、あーやっぱりちょっと早いな、みんなまだそんな時間起きてないかなと思ってこの時間にしてみました。どうですか、どうですか。早起き、今日めっちゃ早起きしたの割には寝るの遅くて、なんかね、だからもうなんか12周年始まるのにここ最近ずーっと一人なんですよ。しかも両目、あ、嫌になっちゃう。もうなんかね、もうなんか直しようもないなってぐらい一重なんですよ、ここ3日ぐらい。なんか前髪濡らしてない、でも結構汗かいたからごめんなさい。片目だけとかね、なんか奥二重、一重じゃないんだけどね、なんか寝すぎると、あの寝すぎてもダメだし寝すぎなくてもダメなんですよ。そのね、間が難しいんだけどね。会いたかった公演当選したから上手。すごーい、ありがとうございます。え、他いないんですか、なんかこの公演当たったよみたいな。2人のめっちゃ変わる、本当に1ヶ月で何回も変わる。でも今回多分特になんか寝る時間コロコロ変わってるからだけど、ベストの睡眠時間は多分12時までには寝て学校行く時間で6時半ぐらいに起きるのが多分一番ベストだけど、最近はもうどんどん短くなってっちゃうから、なんか寝るのが怖くて寝れない。いない、すごい、ぜひ楽しみにしております。全部外れ、当たる方がすごいよね。30人、青が行くよ。すごい、意外と、すごいじゃん、すごいすごい、初だね。あれってコールって言っていいんですか、なんかそういう案内は来てるの。全滅だってこんばんは、ダメなんだ、なるほど、できないんだ。でもしちゃうよねそうなんだ、ダメなんだ。あ、声出したら退場なのなるほど、なら楽しみにしててください。だってもうあれでしょ、今日いつ、今日火曜日、いや水曜日、やっば、え、本当にやばい、水、明日ブログですね。そうじゃん、明日ブログじゃん、もう今日のうち書いとかないとね。
うちは作れるかな。くむくむ。3日目、やばいわ。もうアナちゃんバッチリだろうな。振りはもう完璧。どうだろう。まあ完璧まで、完璧ペキペキペキンダックまではいっとらんけど、はい、なんか続編、とりあえずうどんちゅるちゅる様のやつを、とりあえずうどんちゅるちゅる様しか、まあれなので、まあうどんちゅるちゅる様を一人だけ載せようかなと思います。あとはハッシュタグアナナンブログで質問お待ちしているので、ぜひよろしくお願いします。配信で見守るね、お願いします。新大久保行きたい。なんか誰か GoTo でどっか行ったとかないんですか。目が怖い、よく言われる。ラブリンチありがとうございます。ありがとうございます。あ、キャンプ行ったんだ。あ、なんか行ってたね。名古屋に行った。おー、やっぱり安くなるんだ。仙台行った。こういう取って扱うから、なるほどね。 GoTo 名古屋。名古屋もね、いろいろ変わったよ多分。いろいろ変わりましたよ。9月もお疲れ様でした。え、ほんとじゃん。え、今日で終わり9月。それはやばいね。10月なん、もう毎日長袖生活してるんですけど、もう長袖生活が幸せで仕方なくって、長袖しか勝たんね本当に。あの、なんかこの季節こんなに、今年秋いいなって初めて思いました。本当にめっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃめっちゃいいよ秋。じゃあ、あのメールで、あのロック画面を送りますね。今年まだ3ヶ月。1年ってこんなあっという間なんだねって言っても、今年のあのお正月とか何やったとか全然覚えてないんですけど、もう完全にどれぐらい SKE の何時審査ぐらいなんだろう。10月の頭らへんはショールームやってたから、ハロウィン配信してたから、あの、今どれぐらいなんだろう、2時ぐらいかな。2時ぐらい、2時審査ぐらいかもしれない。あ、ちょうどそれぐらいだ多分。早いわね本当に。あっという間。自粛期間も大きかったよね今年はね。それもある。びっくり。だって12月の頭ぐらいからレッスンが始まって、いや違うわ、いやいつだろう。そうやって考えるとめっちゃ10期仲良くなったなって、もう改めて、もう久々しくぐすぐすしく思いますね。10期はなんか最初は別に仲悪かったわけじゃないけど、全然だんだん仲良くなって、で今回の12周年でも大きい。なんかねえまだショールームはやってない。応募はしてる。全然つなが深まっていく。そうです、そうです。
そうですそうですそうです。まず多分公演の練習でも結構仲良くなる。ショールームいろいろやったね、いろいろやったね。今日はこの後夜ご飯は5時ぐらいに5時半ぐらいにおむそばを食べたんですが、おむそばとエビおむすびみたいな、なんだっけ、エビ忘れちゃった。あ、そう、天むす、おむそ、いや家のやつ、おむそばと天むすって言われて、ご飯と麺は絶対に一緒に食べたくないって思ったから、エビだけにしたら、なんかでエビだけ食べて、でそれから30分ぐらい寝て15分前ぐらいに起きて今配信してるんですけど、でそれでもうなんかおむそもお腹が空きすぎて限界まで来てて、もう死ぬ、もう足も痛すぎてなってて、すぐ食べて、いつもなら15分ぐらいかかるおむそばをたった5分も経たないうちぐらいに食べたんですよ多分。それで寝てお腹空いたから、お腹空いた。甘いものが食べたい、アイスが食べたい、アイスが食べたい、おむそばっておにぎり？そうだよ、そうだよ。チョコアイス、本当に何のアイスでもいいから食べたいです。中学校に人気の、中学生に人気のアイスを教えてあげるよ。1位板チョコ、これは今年の流行語大賞並みに多分いいと思う。板チョコアイスで、2位がパピコで、3位がピノ、まあ、これはもう3トップなんですよ。まあね、本当に生チョコアイスはまた発売したんですよ。あとは詳しいな、冬2月ぐらいに発売して、その時もアナとミレちゃんで買ったんですよ。美味しかった。でまた発売しました、はい、っていう2度目の発売です。今がなんでこの時期に出たかは分かんないけど、まあとりあえず生チョコアイス美味しいです。でもファミマのなんかこういうやつを食べてみたい。こういうやつで分かる人はすごい天才だと思う。こういうやつ、チョコミントは食べれないんだよね。食わず嫌いってのもあるけど、みんなが歯磨き粉歯磨き粉言うから食べれない。スーパーカップ甘味だと、あ、うんうんうん、うちにある今、あ、スーパーカップあるじゃん。チョコモナカジャンボ、四角なダン、バニラモナカジャンボ。アナは何が一番好きなんだろうね。ピノはでもピノじゃない、ポッキーじゃない、ピノじゃない、パピコは2個あるけど、結局1日に2個食べちゃうから、ファミマのこれ分かる人さすがにいない。ミニサイズでもデカサイズでも中サイズでもダメなんですよね。イエス、パピコは絶対に食べちゃう。なんなら箱アイスもめっちゃ危険、危険だから一番いいのはデケ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 デン、パピコです。あ、間違えました。なんだっけ、あれです。ちょっとごめんなさい、頭が回ってないです。まああれだよね、あれあれ、意思伝心してると通じています、信じています。はい、今日はケータリングが美味しかったんだ。麻婆豆腐とちょっと唐揚げみたいな、唐揚げの
へいへいへいみたいなやつと白ご飯とわかめスープを飲もうか迷ったんですけど、私は最近飲み物をこぼしてしまうのでわかめスープはやめて、かば焼きさん太郎があったので、かば焼きさん太郎と味調べをいただきました。美味しかったです。パルムめっちゃ美味しい。この間いちごのパルムがお家にあってもうまい。あとなんかフルーツセットみたいなやつ、フルーツセットの写真は後で送ります。パルも美味しいよね。いちご味と抹茶も美味しい。あ、とりあえずアイスめっちゃ食べたい。白くまアイスも好き。でもなんかあの小豆が入ってるやつはねダメなんだが、ダメなんだよ。へい。そうそう、フルーツのやつ去年めっちゃ食べてた。今年はなんか家に来ない。宇治金時もダメ。なんかあんこ系はあんまり好きじゃない。あずきバーはめっちゃダメ。でも食わず嫌いかもしれないです。肉まんはそもそもやば、本当に肉まん食べない。あのピザまんとかめっちゃ美味しそうって思うけど買わないね。なんだろうね、コンビニ行ったらだいたいおにぎりと揚げ物っていう生活を昔からしてきたので、いやそんなコンビニ行かなかったけど昔は。最近はセブンのピリ辛きゅうりしか買ったんって感じです。あれは美味しいよ。でも売ってるとこと売ってないとこはある。あとセブンはもうマンゴー、アップルマンゴーあれ本当に美味しい。なんかもう心がねアップルになれる本当に。あとセブンのこだわりたこ焼きもめっちゃ美味しい。こだわりたこ焼きかは知らないけどたこ焼き美味しい。昔ふなし、わかんない。でもあのあれは知ってる、ローソンだっけ、シナモンロールのやつ。そうアップルマンゴー冷凍のやつ、あれ本当に美味しい。冷凍系だとあれが一番美味しいなって。てか他にもパイナップル凍らしたやつとかあるんですけど、セブンイレブンのアップルマンゴーがめっちゃ美味しい。あれはねハマります。10期セブンめっちゃ詳しい。結構コンビニは詳しいと思う。コンビニ情報は見ちゃう。コンビニもうお昼は今日のお昼もコンビニって、今日のお昼コンビニ月曜日、今日のお昼もコンビニ火曜日、今日のお昼も水曜日火曜日あれうんって続くから。セブンが一番好きです。コンビニは毎日コンビニ。コンビニの麻婆豆腐は食べたことないな。おすすめのコンビニスイーツはなんかファミマでゴディバのなんかテリーヌみたいなやつが出たらしくって、それがめっちゃ美味しそうで食べたいなって思ってる。コンビニばっかりだと飽きないの。それがね飽きるんですもうなんか飽きるけど1週間ぐらい経ったらまた通い出す。ってことで変なところなんですけどこの辺で終わりたいと思います。明日はきっと朝かなと思います。ってことでスーパーで買い物した後もコンビニ寄ってる。いやそれ絶対スーパーで買った方がお得ですということでありがとうございました。またなー。
バイバーイ。バイバーイ。だんだんマスク焼けが目立たなくなってきました。